ヤンネ・ウォーマン・ウィルマン、1979年4月26日イ、は、フィンランドのヘビメタルミュージシャン。メロディックデスメタルバンド、チルドレン・オブ・ボドム、およびサイドプロジェクト、ウォーメンのキーボーディストとして著名。チルドレン・オブ・ボドムドイツ公演1979年に、エスポーで生まれ、5歳からピアノを始める。最初は、クラシック音楽の演奏ばかりで少し嫌になったため。 レッスンをやめ父親にピアノを教わっていた。その後、10歳からジャズとポップミュージックの学校に通うようになり、6年間学んだ。その後は、主にジャズの演奏を行っていた。1997年に、学友の安からアーチ会年に誘われて、チルドレン・オブ・ボドムに加入。加入までは、前述のジャズの演奏が主で、ヘビーメタルに触れることは、ほとんどなかったという。当初は、 ファーストアルバム、サムシングワイルドのレコーディング時のみの参加であったが、最初のセッションの成功もあって、すぐに正式メンバーとなる。チルドレン・オブ・ボドムの中心メンバーのアレキシ・ライホは、最初のセッション時のことを振り返って、レイク・ボドムが素晴らしかったと述べている。また、この時ヤンネがソロを即興演奏で弾いたところ、チルドレン・オブ・ボドムのメンバーはかなり驚いたとも語っている。以降、 チルドレン・オブ・ボドムのキーボーディストとして活動を続けていた。2019年12月15日のヘルシンキでのライブを最後に変化ブラック・スミス、安からアーチ・カ年とと共にバンドを脱退した。脱退する3名は第一線を退き生活の方向性を変えるとのことである。2000年にはサイドプロジェクトとしてネオクラシカルメタルバンド、ウォーメンを結成。 4枚のアルバムをリリースしている。2001年には、ドイツのパワーメタルバンド、マスタープランに参加。ファーストアルバム、マスタープランに参加した。当初は、ストラトバリウスのイエンス・ヨハンソンに、参加の依頼が出されたが、イエンスが多忙のためヤンネが代わりに参加した。ファーストアルバムレコーディング後、バンド側はヤンネに正式加入を要請したが、チルドレン・オブ・ボドムで活動を続けるために、 正式加入はしなかった。マスタープランにはアクセル・マッケンロットがキーボーディストとして加入している。また、2002年からはストラトバリウスのティモ・コティペルトのソロプロジェクトであるコティペルトにも参加している。実定にギタリストのアンティ・ウィルマンがいる。アンティはヤンネと共にウォーメンで活動している。また、フィンランドのデスラッシュバンドザ・スコージャーでも活動していた。 尊敬するミュージシャンに、ストラトバリウスの演ス・用ハンソンをあげており、信仰もある。ありがとうございます。